皆さん、こんにちは。マーシーです。本日は2020年12月26日土曜日午前9時53分となっております。単刀直入にお伝えいたします。仕事が決まりました。決まりました。いや、本当に今日、今、9時53分なんですけども、本日の9時25分に着信がありました。会社の方から着信がありまして、いや、さすがに電話かかってくるとは思いませんでした。会社の自動車部品製造会社の担当者の方から電話がかかってきまして、採用を言い渡されました。勤務スタートは1月6日となります。勤務シフトは夜勤専属のお仕事で、最近ね、トヨタ自動車の方が、こういうコロナがパンデミックの状況にもかかわらず、生産の方が好調で、トヨタの方もね、機関工とか募集してますけれども、その影響が、やっぱし自動車のサプライチェーンってすごい根がのぶとい部分もありますので、地方都市にも結構波及してきまして、自動車関係の求人が何気にあったんですよ。そして今回、その自動車関係のその求人に応募しまして、内定をいただきました。もうね、実はですね、その今週のその12月23日に面接に行きまして、本当はね、本社ではなく別の場所にある事業所といいますか、工場の会社見学、これは23日ではなく25日に会社見学に行ってきまして、会社見学の方をしまして、自分も働きたいということで、会社見学終了後に会社の方から返事は年明けになりますみたいなことを言われてたんですよ。なので、もうそれはそれで仕方ないなと、日程的にね、もう会社の方も休みに入るので、それは仕方ないなと覚悟をしてました。もう無職の状態でね、年を越すのを覚悟していましたが、まさかかかってくるとは思いませんでした。仕事が、まあ内定をいただいたので、無職ではなく、とお仕事がある状況で年を越せることになりました。当然今日はね、12月26日土曜日、内定をいただいたら山岡屋でラーメンを食べるというのがね、私マーシーのルーティーンとなっておりますので、今日の夕飯は山岡屋でラーメンをいただきます。そしてさらに言いますと、1月6日が初出勤なんですけども、ホテルに泊まろうかなと考えております。これにはね、明確な理由があるんですよ。その1月3日に、その、ライスボールっていうアメフトの試合があるんですけども、わだちまわし、アメフトが結構すごい好きで、あらゆるスポーツの中でアメフトが一番好きで見てるんですけども、その BS が、私マーシーのアパートが BS が映らないんですよ。 BS 対応のアンテナではなく、地上デジタルしか映りませんので、ホテルに泊まってね、いつもお世話になってるホテルに泊まって、 BS が映りますので、アメフトのライスボールの試合を見ようかなと考えております。まだ正式には決定しませんが、正直ね、ホテルに泊まるか悩んでおります。まあ、今後の生活費を計算してみますと、若干の余裕が、まだほんの少しですけど、若干の余裕がありますし、その両親からね、お小遣いももらってしまいましたし、あといろいろとちょっとまだね、言えない部分があるんですけども、臨時収入がもしかしたら3万円ちょっと入る可能性もありますので、そのことを考えますと、ホテルに泊まることも考えております。
自動車部品製造のお仕事夜勤専属なんですけども、内定をいただいたというご報告をさせていただきました。